今日見ていくのはこちらです。はい、昨日という日を心待ちにしていた人も多いかもしれません。昨日札幌にオープンした豚骨ラーメンのお店一蘭、うん、普段は厨房の取材は NG というお店なんですが、今回は HTB 独占で厨房の中も取材をさせてもらうことができました。集中してご覧ください、はい。ご来店ありがとうございます。できるんですけど、お客様の満足度も下がらないし、今だと。でもオープン23日当日からは、もうその1回のミスでお客様が来てくれなくなるかもしれないので、そのミスを一つ一つみんなで潰していきましょう。はい、はいはい、じゃあ次チェンジしてトラチームが接客、ペガサスがお客様、お願いします。味集中カウンターという客席を設けております。あの目の前にすだれがありまして、横に仕切り壁があることで、いろんな情報を排除して味覚が研ぎ澄まされますので、ラーメンをより深く味わっていただくことができます。はい、失礼いたします。ありがとうございます。お願いします。500円。お願いします。失礼いたします。お願いします。はい、お願いします。15秒の掟というのは、ラーメンが完成してからお客様にご提供するまでが必ず15秒以内にするという掟でございます。厨房から客席までの距離が 28.8 メートル以内だと15秒以内に運べるということが分かっておりますので、必ずどの店舗も 28.8 メートル以内になるように設計されております。お客様、前を失礼いたします。お待たせいたしました。お待たせいたしました。失敗しちゃって作り直しとかがあったんで、結果9分ぐらいかかっちゃったんで、まあ、そこを今後直していこうっていう感じで研修してました。誰がどこにいてどの組み合わせだろうと、提供時間は変わんないし、お客さんに出さなきゃいけないクオリティが変わんないので、そこはみんなに意識してもらってます。なかなか大変じゃないですか。そうですね、大変ですけど頑張ります。今度は
大丈夫です。はい、ありがとうございます。本物のお客様をまだお相手してないからですよね。本番を想定してしっかり正しい一覧のラーメンが出せるようになればいいなというふうには思ってます。チェックを行ってますね。食材がきちんと製造されているか、仕上げがちゃんとできているかというところですね。初めて今回その北海道出店という形でいろいろ空輸方法だったりのを考えてはいたんですけども、今食べた感じは特に問題ないかなとは思います。見た感想とかありますか？重たさしかないです。行くよ。じゃあ皆さんお呼びしますよ。はい、よろしくお願いします。はい、本日は朝早くより一蘭札幌すすきの店のオープンにお越しくださり誠にありがとうございます。それではオープンいたします。お待たせいたしました。埼玉県いただきました。お願いします。うるささとかもシャットアウトされるから結構ね、集中して食べれるかなと思います。より美味しく感じる気はします。すごい一人でも食べやすいと思います。リックスナーシャンさんです。そうです。お客様、前を失礼いたします。お待たせいたしました。4、5年ぶりです。やっと来てくれたと思ってトッピングいっぱいしたいです。海苔、チャーシューいきたいですね毎週通わせていただこうと思いますやっぱ良しです札幌でも同じ味食べられるかなってやっぱちょっと不安はあったんですけど、変わらず、いや、それ以上に美味しかったです。